皆さんこんにちは。医療系のマンツーマンによる国家試験スクール、東京メディカルスクール代表の方です。本日はダウン症候群についてお話しします。ダウン症候群はですね、こちら皆さん出産年齢が上がるごとですね、こちら確率が上がるっていうのはですね、皆さんかなり、ご存知の方多いと思います。本日はですね、こちら国家試験の内容に沿って、しっかりですね、見ていきたいと思います。では早速ですね、見ていきましょう。ダウン症候群はですね、日部1番目のですね、上染色体ですよね、のこちらトリソミですよね。では本日ご紹介する内容は、国家試験でですね、よく、出題される内容ですよね。そのためですね、こちらが全ての内容ではないということをまず一つですね、覚えていただくことと、また同時にですね、重要なことは全ての症状が必ず見られるわけではないということですね。特に、この後ご紹介するんですけども、心疾患ですね。こちら先天性心疾患、例えば、歯科治療やですね、こちら外科的侵襲の、治療ですね。こういった時にですね、抗菌薬の術前投与、例えばあるんですけども、こちら先天性心疾患はですね、約 40% から 50% と言われてますよね。そのためですね、例えば心疾患がない方に関してはですね、こちら、先天性心疾患のこちら術前投与がないとかですね、こういったこともあるわけですよね。こちら上から見ていくんですけども、まあ、よく試験出るところ中心的なんですけども、こちらですね、まあ、よく試験出るのがこちら白血病の、確率ですよね。こちら固形腫瘍じゃなくて白血病のようなですね、血液疾患、こちらの腫瘍ですよね、リスクがあるということですね。そしてですね、まあ、気をつけておきたい日常臨床のものですね、間軸痛や脱臼ですね、こちらかなり重要ですよね。例えば歯医者さんの診療でもそうなんですけども、こちら椅子を倒すときですね、ユニット倒すとき、こういったときにですね、まあ、こちら首に気をつけるということですね。こちら、皆さんしっかり覚えていただければと思います。そしてですね、テスト品質といえばですね、こちら甲状腺疾患、の低下症ですね、クレチン症ですよね、こちらが、多いということですね。クレチン症はですね、まあ、皆さん新生児マススクリーニングとか昔ね、習ったことあると思うんですけど、約4000分の1というですね、確率なでクレチン症があるんですけども、こちらダウン症候群ですね、こういったクレチン症を、持っている確率が多いので、高いので、しっかりですね、試験的に覚えていただければと思います。そして先ほど、ご紹介した、先天性心疾患ですね、こちら約半数ですよね。そのため、心疾患があってですね、まあ、必要な方というのは術前投与、抗菌薬を、する必要があるわけですよね。そして、まあ、こちらもよくテストで皆さん出て、解いたことがあると思うんですけども、消化管の閉鎖ですね。例えば食道とか十二指腸閉鎖ですね、こういった、ものですよね。そして、眼瞼ですよね、こちら担当ですね、両眼解離やですね、白内障、目の、病気ですね。そして耳、心室性中耳炎とか難聴ですね、こういった目とか耳の、症状があることがあるということですね。でこちら、口腔内の特徴としては開口とか、試験的にはですね、歯科医師国家試験で言えば上顎の裂成長、こういったものですね、しっかり覚えておきたいところですよね。そして歯はですね、こちら遅延ですね、放出の遅延、そして欠如やですね、こちら形態異常ですね、こちら歪小歯とかで、こちら右食ですよね、虫歯は少ないんですけども臭疾患は多いっていうのはですね、結構皆さん覚えていると思います。そしてこちら拒絶、ですよね、こちら、舌の特徴もしっかりですね、覚えていただければと思います。このようにですね、まあ、かなり試験的にはこういったところがよく出るということですね。次にですね、国家試験、少し見ていきたいと思うんですけど、まず医師国家試験から36歳の、計算部ですね。こちらはですね、妊娠年齢、ダウン症候群が上がってくると一般的に上がってくるので、例えば36歳とか38歳、こういった方は、高齢出産ですよね。第一子が、トリソミーであったことから第二子の検査も希望しているということですね。で現時点で問題はない、まず行うべきということで AB、羊水の検査はですね、いくつかこちら並んでますけども、こういったまずですよね、まず行うべきと言ったら、まあ、遺伝カウンセリングですね、こういったところから、入っていきたいところですよね。そしてその次、医師国家試験ですけども、心機系の合併頻度が最も高い、まあ、こちら、それぞれのですね、症候群を覚えるということも、皆さんですね、されるかもしれないですけども、先ほど通り、ダウン症候群はですね、約40から 50%、まあ、2人に1人ほどいらっしゃるので、こういったですね、まあ、リスク、高いということで、皆さん、覚えて、ということですね。ですから、例えば心疾患があれば、こちら抗菌薬の術前投与、外科治療ですね、口腔内とか、例えば手術の外科治療、こういった時は、心疾患があれば術前投与ですね、アモキシリンとか、考慮するということですね。
で次、ダウン症候群で稀なものはどれですかということですね。こちら答えが稀なものを選ぶということです。こちら固形腫瘍が、こちら答えであれば山地でもありますよね。先ほど通りダウン症候群は固形腫瘍じゃなくて、こちら白血病ですよね、多いのはね。白血病が多いので固形腫瘍ではないということです。で、B の消化管閉鎖ありましたよね。先ほど、食道、十二指腸の閉鎖がありましたよね。で、C、肝軸痛亜熱狂はこちら診療の時に気をつけると。首に気をつけるということをしっかり覚えていただければと思います。で、心疾患は先ほど通り40から50% はありますので、まああると。甲状腺機能低下症ですよね、クレチン症、こちらありましたので、しっかり覚えてくださいということですね。で、次の問題、ダウン症候群で合併しやすいもの、まあ同じですよね、こちらクレチン症、甲状腺機能低下症ということで、まあよく出てくるわけですよね。その次が、こちらが本日最後なんですけども、ダウン症候群で合併する可能性が高いもの、いくつかまあ並んでますよね。E とか甲状腺機能の更新ですから×ですよね。こちら低下だったら丸ということですね。クレチン症であれば丸ということですね。C は新生中耳炎。こちら先ほど通り目とか耳の障害ですよね。目の白内障とか耳の中耳炎、難聴ですよね。こういったものがあったと思いますよね。まあこちらダウン症候群はですね、まあ実際には臨床の、場ではですね、様々な症状、本日ご紹介した以外にもですね、ありますし、またですね、先ほどの通り、持っていない、そういった症状もですね、本日ご紹介した全てを当然持っているわけではないということですね。そのためしっかりですね、例えば心疾患とかですね、例えば首とか、こういった、診療に、特にですね、配慮が必要な場所、そういったところはですね、有無を特にしっかり聞いてですね、また対応して、安全なですね、治療をしていく必要があるわけですね。東京メディカルスクールでは、現役生からですね、国家試験浪人生、マンツーマンで、対策しております。ぜひ皆さんしっかり勉強してですね、頑張っていただければと思います。東京メディカルスクール代表の岡田でした。この後はスクールのご紹介をさせていただければと思うんですけども、当スクールはですね、現役生のうちから、例えば定期試験やですね、進級、卒業試験ですね、そして国家試験対策に向けてですね、マンツーマンで行っているスクールです。平日、例えばですね、週1回2時間やですね、3時間で、例えば定期試験に備えたり、まあ卒業試験ですね。そして国家試験浪人生であればですね、こちら苦手な対策の範囲をですね、しっかり見つけて、合格に向けてですね、一人に合わせたですね、カリキュラムで行っております。こちらはですね、例えば、授業形態はですね、オンラインのマンツーマンによる、個別指導ですね。こちらは講師の先生とマンツーマンで対策していきます。また教室での授業を、ご選択いただけます。東京メディカルスクールのホームページですね、ご検索いただき、またはですね、概要欄、ホームページご検索後、資料請求フォームより、お問い合わせいただければと思います。東京メディカルスクール、岡田でした。